おはようございます。12月1日水曜日の東京インフォメーションです。東京都は12月以降も基本的対策徹底期間を継続するとしながらも新たな備えや対策の強化を進めるとしています。12月1日以降もですねレベル1の間はですね引き続き基本的対策徹底期間といたしまして感染拡大防止に取り組みます。 東京都は新型コロナウイルス感染症に対する国の新たな考え方レベル0から4までを現在のレベル1からスタートしレベル2と3の間に都独自の2.5を加えた5段階としました経済対策では感染拡大防止のサポート資金繰り支援の下支えなどに加えてレベル1、2では経済活動の再開支援を行い 感染が拡大した場合には協力金の支給や経営相談国と連携した施策を実施し事業の継続をサポートするとしています都民にはこれまでと変わらず基本的な感染防止対策の徹底帰省や旅行などでも感染防止対策の徹底企業にはテレワークや時差出勤などの取り組みの徹底 年末年始は特に感染防止対策の徹底が重要な期間だと呼びかけています飲食店に対しては今日う12月1日から来年1月16日までは認証店の場合同一グループの同一テーブルへの案内は8人以内とし9人以上の場合は東京ワクションなどの活用を呼びかけています非認証店の場合は人数 および酒類の提供持ち込み時間の制限が継続されるので認証点検を受けけるよう呼びかけています経済活性化に向けて感染拡大防止の徹底と事業継続の下支えとして業界のガイドラインに沿った対策の支援やテレワーク定着に向けた取り組みのほか資金繰り支援原油高への対応に専門家を派遣するなどの支援を行い 経済活動の再開に向けた支援では、観光産業の回復支援、飲食店などの支援、雇用面の支援、そして国の対策との連携などを行うとしています。医療面、そして経済面の取り組みに加えて、昨今の原油価格高騰に対する事業者支援、さらには脱炭素化の促進を図るために、補正予算を取りまとめをいたしました。 で補正予算の規模でありますけれども億円第4回の都議会定例会の方にこの補正予算案を提案をいいたしてまいりまりす都議会定例会に提案された補正予算案の取り組みの柱は医療提供体制の確保と感染収束に向けた取り組みが443億円東京の経済を再生・回復の軌道に乗せるための取り組みが543億円。 都民生活を支援する取り組みなどが4億円、そして原油価格対策が58億円となっています。第四回都議会定例会は今月15日水曜日までの予定です。東京仕事センターヤングコーナーでは就職をサポートできる保護者になるためのオンラインセミナーを開催します。自宅にいながらセミナー参加。 保護者のためのセミナー企業説明会は今月十一日土曜日に第一部が午後一時から二時半。第二部が午後二時半から四時までオンラインで開催されます。第一部は解決親に見せない若年層就職の課題。企業人事採用現場の悲鳴から学ぶをテーマに。二千二十一年就活総まとめ。就活と採用の進化などについて、専門の講師がリアルレポートします。 第2部は中小企業の魅力に触れるオンライン企業説明会で今回は首都圏においてハイヤー、タクシーバス事業を幅広く展開する日の丸リムジングループの企業です参加を希望する人は東京仕事センターヤングコーナースペシャルサイトのホームページにある申し込みフォームからお申し込みください対象は34歳以下の若者の保護者で定員は30人 参加費は無料です。詳しくはホームページをご覧ください。ここまで東京インフォメーションでした。